が垂れてた上にティッシュを差し出してくれたのはサンタさんでした。ずっと何年先もきっと変わらずに仲間だから、たとえ離れていても、なんとなく運命なんじゃないかって思うんだよね。君超可愛いねっつって、おはよう。わ、ケイちゃんも見てよ、新学期早々元気だね。ただちょっと気になるだけなの。普通にラブなの、どっちかな。タイミングよくティッシュくれたし、マフラー使ってくれてるし。ああ、乙女モードだ。乙女っつうか、ただの顔も多そう。寝てるの。歌って歌って。失礼します、飲み物をお持ちしました。さっきの俺のこと覚えててくれただけで今すごく嬉しいんだよね。助けてやれよ男なら。なっちゃんならできるよ。何やってんのこんな人たちと。一緒にいるとキモくなるよ。俺の気持ち。夏希くん、いやいや、無理無理無理だわ。夏希どうしたの。